月超過情報。7月。はい。もう7月か。もう7月入りました。早いな。早いですよ。もう半年切ったんか。梅雨はまだ開けてないですか。まだ開けてないな。なんかずっと沖縄は開けたかなんかって言ったけど、海の日以降ぐらいじゃないかな。7月の20日とか。最近、まあ、どうですか。超過。超過は相変わらずだな。まあキスと中味がちょっと釣れでした。釣れ始めてます。らしいよ。中味？うん。もうこれぐらいな。中味？塩焼きサイズこれ。結構でかい。27、8でもあるじゃない、うん、20匹ぐらい釣ったって餃子だったけど、この間ゴーツでちょっとやったんですけど、うん、豆味しか全然釣れなくて、うん、豆味がようやく釣れましたな、うん、あそこの東半島のとこでも、うん、港、え、あの港って、うん、港あんなとこで釣れるんですか。あ、これ毎年釣れるっけ。足元ですか。うん、これはサビキ。うんと、え、あ、何ですか。豆味。豆味。あ、普通の中味は小川加工。あ、ですよ、ね、うん、ようやく4月中に食わに行けんのにな。まあ遅いわな、今年は。キスは釣れるけど、皆さん肩が小さいっていうしな。シーバスもあんまり釣れた風もないし、まあシマフグが多いっていう。あとはケンサキイカ、イカメタルが、まあちょっとムラはあるけど、日になんかまたちょっと復活した、うん、また、うん、また台形が混じったとかな、はい、ちょっと数が釣れたとか、ちょいちょい聞きます。うん、まあまだ続くんじゃないかな。青物の話が全然ないっす。青物はもうこの世からおらんわ。全然聞かんし。普通もうヒラマサの深瀬、はい、足元へ巻いて釣るっていう釣り方があるじゃん、はい、あれも多分今年ないんじゃない、だって7月ぐらいだったらいいんじゃないかって話でした。まあ今からあるかもしれんけど、まあ大したことないんじゃないかな。浜田もお客さんおらんって言うっけ。だって全然釣れないっすね、うん、釣れてほんと少ないっすよ。超過がないし、暑いしな、釣れんし、みんな行かんわな。渡船しても前みたいになんか乗れんみたいなことはないっすね。ないだろう。家電はまあ豆平がポツポツだっけ、あ、まあジグでカンパチつったりな、まあまあおるんじゃない人が、うん、家電がなんかまだ一番って感じですね、うん、でまあ好きな時間に帰れるけどさ、はいはい、暑かったらもう帰りたいじゃん、すぐ電話して、はい、近く帰りたいし。浜田ちょっとそれができんけど、この前、ね、釣り天国で高島行ってきたじゃん、はい、見事にチーンだ。チーンってでも釣れたでしょ。でもいや、まあちょっとな、イサキっすか。うん、イサキとタイとな、小段上がったんよ、はい、一番降りでな、はい、よっしゃ、モーター持って投げたら1投目、はい、右だ、右流れ、あ、左流れだけど、酒の時間だけ酒だな、よし、しょうがないなって。10時ぐらいが満潮かな、これ期待して今度右手前、え、最悪じゃない。最悪よ。で10時ぐらいに止まったんでしょ。よし、これから左かなって思ったらそれで終わり。何で行ったんですか。そこがゴスか、バルタルスか。最初は4キロの固定でやってたけど、餌全然残るし、水中器入れて2本落としたら35センチぐらい、もう産卵終わっとるけ。それが来て今度は50センチぐらいタイ、あれひとくって面白かったけどな、ギョーって言って面白いでしょ。うん、だから多分豆開きたんよ。え、マジっすか。豆開きだけど、あの途中外れて、はい、終わり。結局その日はもう道が全然行かずに、池間の人も浮きが2つ3つ見えたけど、はい、みんな右行きおるけ。暑かった。おー、ほんと早く帰りたかったもん。もう9時ぐらいには帰りたかったもん。10時にやめておしゃべりタイムが始まって11時15分に行かれあげる受け、はい、まあ、それまで待っとったんだけど、帰る頃になって曇ってきて、ええ風が吹き出して、夏のね、磯場はちょっとやれんの、暑いの影ないしな、帰ると頭痛かったっけ。ああ、ちょっと熱中症みたいな。じゃあビール3本ぐらい飲んだね。なんかちょっと噂で聞いたんですけど、うん、鹿島もなんかちょっと行って、鹿島も行っとる人は釣っとるな。うん、まあ船も大きくなったらしいっけ。え、変わったんすか。なったって聞いたっけ。あ、そうなんですか。うん、大きい船になったらしいよ。へー、うん、この時期何が釣れるんですか。7月7月はもうみんな多分平正の深瀬するけど、多分今年ないんじゃない、だってしてる人まず見ないですもん。だろう。で、船長とかに聞いてもそもそもしとる人がおらんけわからんって言われます。だろう。多分みんな船期余計じゃないですか、多分。ここでまた出たって言えばまた人もバーッと動くんだろう。やりだしてまたそれでまた連鎖して、うん、アユはやっぱ本流はちっちゃいっていうな。やっぱり最初だけだったんですか。去年はでかかったけど、今年は前評判より、まあ数はおるらしいけど、数がおりすぎて餌がないんだ。おー、おりすぎて飽和状態。この前ダム出したけ、はい、石が白になってるけ、苔飛んどるけ、でまたこの雨だろう。だけどちょっとに日光が入って苔がついてな、餌が豊富にあれば多分大きいアユも出てくるんだろうけど、まあ支流もぼちぼちだな。小さいまだ群れ合いでおるし、なんかいい話がないっすね。ないな。まあちょっと味が出だしたけ、地網がポロポロ出るけど、ボイルは本当最近打ったことないな。少ないな、例年に比べて。カゴ釣りに行ってる人自体少ない。少ない少ない。まあ早よ梅雨が明けてカラッとしてさっとお金を使うと、はい、君に言ったんだよ。視聴者さんに言ってるのかな。いやいやいや、あなたですよ。もう一個あれ買いにしたんよ。何よ。おもり具。おもり具野草に買うすか、貧血病か。
貧血病なんで困りをする人多いけどな。違いが分かんないんですよね。その仕掛けの違いは分かんないけど名前が違うじゃん。いや名前いやなんかその面白みのなんか違いが分からん。数釣ろう思ったら、はい、メタル。あやっぱそうですよね、うん、ゲーム性とかな釣ったみたいな、うん、賭けだったっていうのが分かるぐらいの当たりがな取れればいいんだけど、ゲーム性が高いんだろうな、うん、モリグはね。だからやっぱり動かしてフォールさす時にもなこう大統領系、はい、で次のしゃくりで合う系、動かすこの竿の激しさもちょっと違うしな。それからあと大型がまあ釣れるっていうのもまあ人気なんだろうけどな。あんまり私大きいの好きじゃない、硬い系だ。なんか船でイカ以外で釣れないですか。アジ中央線もみんなイカばっかりだっけ、日中年差あるけ、多分言うても断るんじゃない。釣れんとかじゃなくってイカの方が釣れるからみんなイカの方が、そうイカのお客さんがやっぱ多いけな。フカセはどうなんですか。チネとかグレとか。チネはもうちょっと時期ではないんです。時期じゃないな。あと梅雨グレだな。あ、イオタ梅雨グレ例の梅雨チヌ梅雨チヌは聞いたことない。梅雨グレは今ぐらい、今の6月この梅雨時期だなにどうなんですか。数が釣れるんですか。サイズがでかいんですか。なんで梅雨グレなんですか。梅雨時期に食うけ、油しっかり持ってるけ。で一回寒グレの時に産卵入るんよ。卵落とすじゃん。そのために今度体力を回復するために今度食べるんよ。それが今時期ちょうどいくじゃあ食いがいいってことです。そうで油がすごいなってる。じゃあ孵化せしたらちょっと面白いかもしれない。やってみなさい。暑いけ釣り自体は孵化せしたら面白いってことです。梅雨グレはな、行ってみようかな。行ってみなさいよ。餌さはい、準備。あとまあ濁ったらうなぎ釣りさんが動くけどな。あんまりやっぱうなぎも少ないんじゃない。ミミズっすか。ミミズでも今年ギギが来るんっていうけどな。うなぎ釣りショットはギギが来るんだ。ギギって何ですか。ギギナマズじゃないけどこれいらんやつかな。毒があるんよ。こういう枝のとこ行こう。まあまたええことがあるでしょ。暑いけな、熱中症対策はなしっかりして、うん、しっかりお酒飲んで、あれいけんねん。アルコール逆に飲んじゃダメで。逆にわしちょっと死にそうになったことあるけあれな、四国行った時な、飲してもらったけ行きから飲んどったんだけど、つわがっても飲むじゃん。結局12本飲んどってビール、民宿帰って料理食べてビール飲んで、うん、寝たんだけど、もう夜中両ふくらはぎ、おもむら両方つって、でこれで下もピーピー、なんで熱中症。熱中症水分がないんよ。アルコールばっかり。アルコールは水分に入らん、入らんけ、うん、アルコール飲みながらのね、うん、な猛暑の中はね危ないけ、うん、誰が言うんですか、うん、僕は経験したけどもう飲まんのだから水分だと思っとるけど実は水分だ、ね、危ないってことですね。結局血液がドロドロになるんだろうな。皆さんじゃあ、うん、気をつけてください。だけどウーロン茶とかスポーツドリンク、はい、お茶とスポーツドリンク、はい、水ね、そういうもので一番似合わんすね、うん、でも飲まんのやれんけ、はい、そういうのでな、はい、対策しながら対策しながら7月も乗り切っていきましょうか。はい、じゃあ以上でございます。はい、おります。ありがとうございます、はい。